チンケラスチェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。大変お待たせしておりました。まあ、全然時間が取れなくてですね、今なっちゃったんですけども、木曜日に来ておりましたレイマール、そしてエムンバッパですね。こちらの2つ新キャラ見ていきましょう。で、さらには24日の火曜日から、パリのミサキくんであったりとか、オチャードですかね。この辺も来るということで、まあ、クラブ推しが続いております。早速レイマールから見ていきましょう。技属性のフォワード限定ですね。そしてメイン技クイックスルーショットの S で550威力、一番強いシュート技来ております。スタイリッシュフェイントの S で540威力、アグレッシブフィードの S532 威力、切り込みスライディングの521威力来ております。ついてる技一通り最大技になってますので、まあ、あとはパスカットとかワンツーとか、まあ、そういうのをつけていけばいいかなという感じになってます。特技はアジア選手キラーの A で、アジア選手に対してパラメータプラス 20% で、チム好きですね。超団結技クラブ&5人以上の 28% になってるので、まあクラブ系であれば28で組むことができます。パラメータアップ、パリカッコネクストドリーム選手のパラメータプラス 1% で、クラブ選手のパラメータプラス 2% なので、まあ、この後来るミサキくんとかに使ってあげると 3% アップしますよというキャラになってます。信頼クラブ、マッチアップで負けた場合味方のクラブ選手は次のコマンド選択時にパラメータプラス 5%、 そしてスタミナキラー、マッチアップ時に相手のスタミナ消費量がプラス 35%、 これも結構でかい感じになってます。デコボコ耐性ですね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナ1283ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますけど、まず何も乗らない場合、まあ相手が、まあ、海外とか欧州ですかね、欧州だった場合っていうところで見ていくと、ドリブルが532000で、パスが500000で、タックル497000、パスカット463000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル630000で、パスが600000、ワンツー使って595000なので、ディフェンダーとかだともう600000超えてきてるのが結構デフォになってますから、欧州選手かわしていくってなるとちょっと厳しいところ出てくるかなと思われます。守備に関してはタックル590000、パスカット550000なので、まあ、これもちょっと届かなそうだなと思います。600000超えの、ドリパスっていうのは普通のキャラクターでも結構出てきてるので、ご両親で通されてしまうという感じですね。続いてアジアキラー 20% 乗ってきた場合ですけど、ドリブル590000で、パスが565000で、タックル550000、パスカット516000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル700000、パス670000なので、まあ一応読み勝てば抜けそうだなというふうに思います。まあ、若干パス側が670000なので、タックルの値とかで600000後半とか出されると、取られちゃうかなって感じなんですけど、まあ、現状は大丈夫かなというところですね。守備に関してもタックル660000、パスカット616000ということで600000は超えてきたんですけど、タックルで読み勝つ分には取れそうですけど、パスカットは少し心もとないかなという感じですね。で、一応シュート一番強いんですけど、アジアキラー乗って680000という数値です。で、一応今回技属性なので、例えば若林に対して属性よりも乗ってくるんですけども、乗ってきて711000という数値ですね。なんで若林が739000ですから、まあ、若干届いてないっていう感じにはなるんですけど、まあ、スタミナキラーとかもあるので、まあ、一応シュート打ってって最大技使わしたりとかっていうこと自体はできなくもないのかなと思います。まあ、ただなかなかシュートまで行くってところも、大変そうなキャラクターという感じですね。またどうしてもアジアキラーなので、そのヘルナンデスとかミューラーとか、まあ、そういうところに対して特技乗ってこないですから、そうすると600000台前半ということで、まあ、かなり数値的には厳しいかなと思われます。他レイマールと、あとはサンターナですね。こちらの技サンターナと比較してみましょう。ドリブルから見ていくんですけど、サンターナはディフェンスキラー乗って630000、何もなくて600000なので、まあアジアキラー乗った時の今回のレイマールの数値を超えております。まあ、なんで去年の年末とかに出たフェスだと思うんですけど、そういうところよりもドリブル下ですよという感じにはなってます。まあ、他レイマールと比べれば大きく数値は上がってるのかなというところですね。シュートの値見ていくと、地上シュートはサンターナより上になってます。680000。まあ、ただアジアキラー乗った場合ですね、サンダーナの場合は低気で打てば680000ぐらい出ますの で、 でそれが全ゴールキーパーに対してという感じですね。他レイマールと比べれば、シュート値も高いという感じになっております。パスの値ですけど、サンターナはディフェンスキラー乗れば620000、何もなしで587000、今回のレイマールは565000ですね。
レイマルブラジルの選手だと思うんですけど、ブラジル選手の技というところでサンターナと比べてみると、オフェンスに関してはサンターナの方が優秀だねという感じになってます。タックルパスカットですけど、アジアキラー乗ったレイマール55万3000、何もなしで49万7千なので、守備に関してはサンターナより上という感じになってます。パスカットですけど、アジアキラー乗れば51万6千で、サンタナディフェンスキラー乗って50万、何もなしで47万5千、レイマル何もなしで46万3千ですね。パスカットに関してはそんなに変わらないけど、若干アジアキラー乗った時にレイマルの方が高いという感じです。まあ、このレイマールに関しては、まあ、能力値というよりは追加バフ、そしてスタミナキラーとか信頼とか、まあ、そういうところでうまく立ち回っていくようなキャラクターになるんじゃないかなと思われます。続いてエムンバッパですね。こちら見ていきましょう。力属性のフォワード限定になってます。エムンバッパに関しては調整が来た即属性のエムンバッパも非常に強力なので、まあ、その辺と比べてどうかというとこかと思いますが、メイン技フルスピードショットの S で530威力、まあ、一番強いシュート技ですね。で、フローイングドリブルの S530 威力、切り込みスライディング521威力、で、急加速パスカット517威力になってます。こちらもついてる技一通り最大技になってますので、まあ、あとはパスをつけたりワンツーつけたりぐらいなところかなと思います。特技は海外選手キラーの A で、海外選手に対してパラメータプラス 20%、 チムスキー超団結力クラブ&5人以上の 28% なので、まあ、これもクラブパーであれば28組めますよというところになってます。パラメータアップクラブ選手のパラメータプラス 3% なので、まあ、追加バフもエムンバッパの方が優秀ですね。必殺技威力アップ、すべての必殺技威力プラス 5%、 そして必殺技封印、マッチアップ相手の必殺技を2つ封印、発動率 80%、まあ、結構強力ですね。そしてマッチアップ勝利ボーナス、マッチアップで勝利するとシュートの必殺技威力プラス 10% 最大1回までなので、まあ、乗せるハードル的には、結構軽めという感じです。そしてクリティカル発動率アップの5倍っていうのがついてますね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナ1302ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますけど、まず必殺威力常に 5% 上がってるっていうので結構いい感じになっております。まず何も乗らなかった場合、日本選手相手だった場合ですけど、ドリブルが59万、でパスが50万、でワンツー52万、でタックル53万、パスカット49万2000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル70万、パス60万、ワンツー61万7000ですね。まあ、なんでドリブル側で読み勝つ分にはいいんですけど、パス側で読み勝ってもこれは狩られてしまう可能性があるので、まあ、相手としてはタックルしておけばいいとか、まあ、そういう感じになっております。まあ、ただ今回封印ができるので、まあ、タックル側を封印できれば、まあ、非常にチャンスという感じになっております。守備に関してはタックル63万、パスカット58万2000なので、まあ、パスカット側で、読み勝っても取れないってことが結構起きちゃうかなと思います。続いて海外キラー 20% 乗ってきた場合ですけど、ドリブル66万、でパスが56万、ワンツー58万ですね。でタックル59万、パスカット54万8000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル78万7千なので、まあ、これは十分読み勝ったら抜けますね。で、パス67万、ワンツー68万7千なので、まあ、これも読み勝てば抜けそうな数値にはなっております。まあ、海外選手相手であればしっかり封印さえできればですね、十分読み勝って抜いていけるという感じかなと思います。そしてタックルが70万、パスカット64万9000なので、まあ、海外選手相手だと、タックルで読み勝ったら取れそうですし、パスカット側で読み勝った分にも、結構取れる可能性はあるかなと思います。まあ、相手が例えばシュナイダーとかスーパースターのシュナイダーとかだったとしても、タックル値、読み勝って上回ってるので、シュナイダーのドリブルとかも取ったりすることができるようになっております。で、このキャラですね、意外とシュートが強くって、海外キラーが乗ってで、マッチアップ勝利の 10% がさらに追加で乗ってくると、75万3000という数値になっております。これはミューラーであったりとか、技属性、力属性、まあ、どっちのミューラーでもいいんですけど、そのミューラーであったり、ヘルナンデスですね、この辺を全て上回ってくるような数値になっているので、
マッチアップ勝利乗っけて海外選手キーパーに打った場合には、まあ、スーパースターちょい下ぐらいのシュート威力になっておりますというところですね。これマッチアップ勝利なしだった場合に関しては68万8千ということで、まあ、レイマールと同じぐらいになりますので、まあ、ちょっと厳しいかなと思います。技属性のミューラーとかであれば属性有利が乗ってきて抜けるかなと思うんですけど、ヘルナンデスだとちょっと足りないかなと思われます。日本選手相手とかだと67万6千なので、若島津とかはちょっと厳しいのかなというふうに思われます。まあ、追加バフ 3% 持ってるキャラクターにしてはですね、非常にシュート値も高いということで、まあ、クラブパーとかで入れていくと一つ面白いかなという選手にはなっております。他エムバッパと比較してみましょう。ドリブルから見ていくんですけども、カジバ 50% のエムバッパですね、こちら93万なので、まあ、その数値的なところで言うと、即属性のエムバッパの方が普通に強いんじゃないかなというふうには思います。今回のエムバッパはドリブル、海外選手キラーが乗って66万7千、まあ、これもシュナイダーで68万ぐらいなので、決して悪い数字ではないですよという感じです。まあ、ただですね、例えばカジバが 25% スタミナ半分ぐらいまでなったって考えても、即属性のエムバッパって77万とかっていう数字が出てるので、まあ、ちょっとレベルが違うなという感じにはなっております。続いてシュートですね。シュートに関しては今回のエムバッパの方が高いですね。75万3千という数値が出ております。カジバが最大だったとしても即属性のエムバッパだと73万1千なので、今回のエムバッパの方がシュートは打ちやすいキャラクターになっております。続いてパスですけども、カジバ乗った時のエムバッパ90万、カジバなしでも60万ということで、まあ、今回のエムバッパが、海外キラーが乗ってで必殺税力上がって56万5千ですから、この辺は、単純にもう即属性の方が強いという感じになっております。続いて守備ですね。守備に関しても、カジバが全部乗ってきたら即属性 M バッパが71万2千で一番高くなっております。今回の M バッパは59万4千ですね。最大値59万4千なので、カジバの M バッパの方が高いという感じです。カジバ半分ぐらいになると、同じぐらいというところになっております。パスカットですけど、即の M バッパカジバ最大で70万5千、で今回のが海外キラー乗って54万8千ですね。カジバが半分ぐらいになっても58万8千なので、まあ、即の方が上という感じです。まあ、どっちの方が守備できるかって言われると、まあ、そういう意味だと即属性のエムバッパの方が守備もやりやすいというとこですかね。まあ、追加バフキャラっていうところで考えれば当然今回のエムバッパの方がいいと思うんですけど、まあ、突破役であったりワンチャンシュート決めてぐらいな感じで考えるんであれば、即属性のエムバッパの方がゴリゴリできますんで、使いやすさ的にはあるんじゃないかなというふうには思います。それではシューターとキーパーのランキング見ていきましょう。エムバッパですね、75万3千が最大値になってまして、海外選手に対してマッチアップ勝利まで乗ってくると、まあ、翼くんと同じぐらいの、シュート値打てますので、まあ、力属性杯とかだったらかなり強いんじゃないかなというふうに思います。まあ、シュナイダーとかリバウルっていうのが76万8千なので、まあ、その辺に迫るような、シュート値を出すことができます。なんで海外選手とかであれば、力属性のミューラーとか、あとはヘルナンデスですね。フォワードキラー、海外キラー両方乗っても上回ってますし、調整が来た技属性のミューラーとかですよね。まあ、その辺も十分上回っているという感じになっております。まあ、なんで海外選手キーパー相手であれば、十分抜いていけるというキャラクターですね。まあ、どうしても若林とかっていうのは、数値かなり下回ってる感じになるので、まあ、全属性とかで、ランク増した場合に関しては、相手若林の時も全然あると思いますんで、まあ、そういうところは少し抜きづらいのかなと思われます。はい、というところで、まあ、今回レイマール、そしてエムバッパ見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、2人を入れると、まあ、パリのネクストドリームのクラブ選手に関しては、まあ、6% 上がるということで、まあ、非常に強力な追加バフ来ております。クラブ選手だけだったとしても 5% 上がるので、まあ、例えばヘルナンデスとかミューラーってクラブ選手キーパーになりますから、まあ、その辺を強化していくこともできるという感じのキャラクターになってます。まあ、クラブ 3% 上がるキャラクターって、まあ、例えばゼダン君とか、まあ、あとはレビン君とかいると思うんですけど、まあ、単純にそういうとこと合わせて使ってもいいでしょうし、まあ、そういうキャラクターたち少し弱くなってきてると思いますんで、まあ、このキャラたちと置き換えていってもいいのかなという感じです。まあ、ただフォワード限定なので、まあ、その辺でフォワードがすごい渋滞するっていう、ところが出てくるかもしれないので、まあ、その辺はデッキを見ながらですね、検討いただいた方がいいかなというふうに思われます。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。